よしか。でもなんか美味しそうだよな。すごいすごい。これそんなうまそうでもないけど、タイだ。タイ、ああタイかこれ。機大って書いてある。うん。死んでるのいないから。死んでるのいないと思う。全員生きてる。かわいい。こうしてる。うん。暗いな。感度悪い。ちょっとビデオじゃうまく映せない。見返せよ。あ、なんか変なのいる。これあれじゃん、笠岡かな。あ、笠岡じゃないか。いや、違う。じゃあ、株とかに。食わにして食べたい。あごだね。あごかっけえな、うん、飛ばないかな。
可愛い。のご来館誠にありがとうございます。ただいまよりこちらのプールにダイバーが潜りまして、シロイルカパフォーマンスを始めていきたいと思います。短い時間ではございますが、どうぞ最後までお楽しみください。では早速ダイバーさんに登場してもらい、パフォーマンス始めていきたいと思います。ダイバーさん、お願いします。ダイバーはプールの右上から登場します。ダイバーやってきましたら、皆さんぜひ手を振って応援してあげてください。今日頑張るのは女性のダイバーさんです。主役ではありませんが、今日はこのダイバーの応援をどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では続いて主役のシロイルカたち紹介していきましょう。まず最初にやってきてくれました、こちらは2009年にアクアスで生まれたまだ子供のシロイルカです。今5歳の男の子で、名前をシーラと言います。そしてシーラに続いて真っ白なシロイルカがやってきましたね。こちらは大人の女の子のシロイルカで、名前をナスチャと言います。ナスチャです。そして最後、右側からゆっくりとお顔を見せてくれました、あちらはアンナという、こちらも女の子のシロイルカです。今日はシーリャ、ナッシャ、アンナ、この3頭でパフォーマンス頑張っていきたいと思います。そして皆さん、ここでシーリャを見て何か一つ不思議に思ったことありませんか？なんだかシロイルカという名前の割にはあんまり体は白くないですよね。少し灰色をしています。実はシロイルカたち、子どもの頃は白くないんです。このシーラのように少し灰色をした体で生まれてきます。ナスチャや
アンナのように真っ白になるまでには約10年ぐらいかかると言われているので、シイラが真っ白になるまでにはまだまだ時間がかかるようですね。白いる形、子供の頃は白くないんだなということ、今日はぜひ覚えて帰っていただければと思います。さあではイルカたちの紹介も終わったところで、今日はシイラとアンナから皆さんにご挨拶があるようですね。あとはずネラネラの方法でご挨拶をしていきたいと思います。ぜひ2頭がこちらを向きまして紹介していきたい。骨の一部がくっついているため、こんな風に縦に横にと上手に首を動かすことはできないんです。しかし白イルカたちは私たち人間と同じような首の骨の作りをしています。そのため縦に横にと上手に首を動かすことができるんです。では続いては2つ目の特徴を見てみましょう。皆さん次は少し耳を澄ませてみてください。キュッキュッという高い音が聞こえてきましたよね。これは今実際にシイラが出している鳴き声なんです。そしてこの時シイラの頭の上からポコポコと空気の泡が出ていますよね。あの泡が出ているところにはイルカやクジラたちの鼻があるんです。実はイルカやクジラたち、私たちのように口からではなくあの鼻を上手に使って鳴き声を出していたんです。白イルカは鳴き声がとても綺麗で、他にもいろいろな種類の鳴き声を出すことができます。そのため別名海のカナリアとも呼ばれている、そんな種類のイルカたちなんです。今いろんな音が聞こえてきていますが、これも全部白イルカたちの鳴き声なんですよ。では今度は3つ目の特徴です。突然ですが皆さん、ちょっと自分のおでこを触ってみてください。皆さんのおでこを触ってみるときっと硬いですよね。では白イルカのおでこは一体どんな触り心地がするんでしょうか。ダイバーさんに触ってもらいます。いかがでしょうか。とっても柔らかいのが伝わってきますよね。あんな風に白イルカたちのおでこ、とってもぴよぴよとしていて柔らかいです。ですが柔らかいのはおでこだけではなく、今ダイバーさんが触っているように体中どこを触ってもぷよぷよとしている、とっても柔らかいです。白イルカたちは他のイルカたちに比べて皮膚自体に弾力があり、とても柔らかいという特徴を持っています。そして自然界では北極圏というとても冷たい海で生活をしていますので、冷たい海水に体温を奪われないように、あの皮膚の下にはたくさんの脂肪も蓄えているんです。この2つの理由から白イルカたちの体はどこを触っても柔らかいというわけなんです。ダイバーさんが触っているのを見ると、皆さんあの触り心地気になるかと思いますが、私たちの身近なものに例えてみますと、かまぼこをしている感触にとってもよく似ているんです。ですのでもしお家にかまぼこがありましたら、白イルカたちのことを思い出しながらプニッと押してみてください。さあここまで白イルカたちの特徴を3つお話ししてきましたが、ここからは少し気分を変えてある実験を行いたいと思います。実験の内容はプールの中にいるイルカたちからこちら側にいる私たちのことがちゃんと見えているのかという実験です。今日はこちらから簡単な合図を出してそれを確かめてみたいと思います。合図を出す係はあらかじめ会場のレイナちゃんにお願いしました。それではレイナちゃん、前の三角の印までお願いします。皆さん温かい拍手でお迎えください。さあではこれからレイナちゃんにはアンナに向かって回るという合図を出してもらいます。アンナからのご挨拶です。どうぞよろしくお願いいたします。さあではレイナちゃん、合図出してみてください。手を前に出してくるくるっと回してください。いかがでしょうか。アンナしっかりと合図を見てくるくる回ってくれましたね。実験は大成功です。じゃあ今日とても上手に頑張ってくれたので、アクアスからシールをプレゼントしたいと思います。ありがとうございました。アンナからもう一度お礼が
ございました。とっても楽しかったよと言っています。皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。席へお戻りください。プールの中にいるイルカたちからこちら側にいる私たちのことをちゃんと見えていたんですね。実験は大成功でした。ではここからは皆さんお待ちかねダブルリーグの秘密に迫っていきたいと思います。白イルカたちは一体どのようにしてあのダブルリーグを作っているんでしょうか。ではそのダブルリーグを作り出す口、またシイラで観察していきましょう。皆さんシイラの口の動きにご注目ください。開けて閉じて開けて閉じて開けてと口をパクパクと動かし始めましたね。じっと見ているとなんだか面白い顔にも見えるんですが、この時シイラの唇を観察してみてください。ちょっと分かりづらいんですが、唇がプルンと出ているのお分かりでしょうか。白いルカたちはこの唇もとても柔らかくて、また発達した筋肉も持っているんです。そのため他のイルカたちにはなかなか真似することができない、口をすぼめるということまでできてしまうんです。すぼめるというのは私たちでいうあいうえおのうの口ですね。そしてこのうの口を使って水を吐いたり吸ったりすることが得意なんです。今日は実際にシイラに水を吹いてもらいたいと思います。わかりやすいようにダイバーさんがサンマを持ってきてくれたので、今からダイバーさんが持っているサンマに向かってシイラが水を吹きます。ダイバーさんが持っているサンマにご注目ください。さあいかがでしょうか。シイラがうーの口をするたびにダイバーさんが持っているサンマビュービューと飛ばされそうになびいていましたよね。白いルカたちはあのように狙った場所にピンポイントでとても強い勢いで水を吹くことができるんです。さあでは今度は水を吹く前にシイラの口に空気を入れていきます。この状態で水吹きをするとあるものが出来上がるんです。せーの、いかがでしょうか。このようにダブルリーグが出来上がるというわけなんです。ダブルリーグは水と空気を一緒に勢いよく吹き出すことによって作られていたんですね。アクアスではこのダブルリーグ、幸せのダブルリーグとして有名になりました。見ることができた方には幸せが訪れるというとっても素敵な噂があるんです。ですがこの幸せのダブルリーグ、たった一つではちょっと問題ないですよね。皆さんいかがでしょうか。もう一回見てみたくないですか。ありがとうございます。ではもう一回できるかどうかダイバーさんに聞いてもらいたいと思います。ダイバーさん、もう一回できますか。シイラ、どう。シイラ、うんうんとうなずいてくれましたね。もう一度見せてくれるみたいです。さあ、それではシイラからもう一度皆様に幸せのダブルリーグのプレゼントです。せーの、今度もとても綺麗なダブルリーグを作ってくれました。ありがとうございます。ですがアクアシムダブルリングはまだここでは終わりません。ここからはもっと進化したリングに挑戦していきます。今度はシイラ、ダイバーさんの力は借りずに自分だけの力でいくつも連続でダブルリングを作っていきます。いくつできるかはシイラのその日の気分次第です。ぜひ皆さん一緒に数えてみてください。シイラの連続リングです。まずは1つ目、続いて2つ目、そして3つ目、まだいきます。4つ目、頑張れ。5つ目、今日はなんと5つものリングを作ってくれました。ありがとうございます。これで皆様の幸せも5倍にもなったかと思います。楽しみに待っていてください。さあでは今度はシイラ、ハグはして一番新しいリングに挑戦します。先ほどまでは白イルカたちの口元に注目していただきましたが、今度はシイラがダイバーさんの後ろをくるっと回った後、頭の上にご注目ください。さあでは早速新しいリングに挑戦します。皆さん頭の上にご注目ください。ありがとうございます。
ので、私たちはマジックリングと呼んでいます。このマジックリング、実験シーラの頭の上から簡単に出たように見えるんですが、実はその前にもっと大切な仕掛けがあるんです。ですが、今日はそんな仕掛けについては内緒にしておいて、もう一度シーラにマジックリング見せてもらいたいと思います。シーラが皆様に幸せの魔法をかけます。シーラのマジックリングです。2回目もとっても綺麗なマジックリング作ってくれました。ちなみにこのマジックリングなんですが、世界でもここアクアシティしか見ることができない、とても珍しいリングなんです。このマジックリングのように皆様の幸せも大きく大きく広がっていくことを願っております。さあ、では最後はシーラから全力のバイバイで皆様にお別れのご挨拶です。少しバイバイに見えましたら、ぜひ手を振り返してあげてください。それでは皆さん、さようなら、バイバーイ。ちょっと微妙なんですが、これシーラから精一杯のバイバイです。バイバーイ。これをもちまして白イルカパフォーマンスを終了といたします。最後までのご観覧誠にありがとうございました。ペンギン一匹欲しいな。そこまではない。かわいい。かわいい。かわいい。あ、かわいい。これ何やってんの？水飲むだとか。これなんかいかがわしいことじゃない？泳げるの？あ、面白い面白い。そうだ。これあれだよね、背面だよね。ペンギン来ないか。あ、来た来た来た。おお、かわいい。おお、下が当たったからね。あ、来た来た来た。ちょっと上手くなってきた。すごい。
すごいすごいすごい。すごいね。おお。